最後にですね、うん、今日のまとめを。まとめお願いしたいん。そですね。皆さんはぜひ新しく知ったこと、うん、学んだことを学んだタブを使って、投稿してみてください。え、そして、ご質問がある方は、ぜひ質問投稿タブを使って。そうですよ。質疑応答がありますので、うんうん、お願いいたします。そうですね、まあ、まとめとしてはね、まあ、ちょうど今もこうやってスライド出してますよね。あの、まずゴールを明確にするっていうことね、うん、ここ、いや、あの。 要するに皆さんが「ダメだダメだ」って言ってるんじゃないんですよ、ねで。そんなこと言われれば当たり前、うん、分かってんのよ。ただなんとなくエクセルみたいなエクセルだけに限らないワードもーでもパワーボードでもかそなんだけどなんかそういうのを考えた時に今まで日常生活の中社会の中では普通にできていたことがあのついうっかり、えー、それができないってことが多いです特にエクセルなんかそういうこと,のこと言われてみれば当たり前ゴールを明確にしようねもうねそれだけで皆さんエクセルの見え方が変わりますよ。うん もうね簡単に思えて仕方なくなってくるよだからそういうようなね実はこの手の話っていっぱいあって皆さんがなぜできないのかねえ抽、ー、象化とか細分化とか管理学化ってそういうことなんだけどね、えー、まあまあまあもしなんか折りに触れなんかそういう機会があったらそういう話もしていきますよね、えー、そうやってエクセル技術技術ってテクニックテクニックって難しいところ行くんじゃなくて考え方 でもうエクセルはグッとね伸びますよってそういうこと、まあこれがあね2019年初っ端の1月号のまとめかな。うん。うん、はい。はい、ありがとうございました、うん、ではここからは質疑応答に。はい、はい、世の中から卒業をなくすスク。救う